北坊主チャンネル。はい、どうも北坊主でございます。あ、すごい盛大な拍手が入りました。ありがとうございます。今日はなんかあのね、今日あの実はちなみにあの北坊主バンド の, あのリハーサルがありまして、で今日はあの スタジオフラムさん、普通の前のフラムさんの楽屋をお借りして今日の YouTube チャンネルをあの撮りますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。しかも今日はなんか僕一人だけ映っとるという、なんかすごいなんかめちゃみんなバンドのメンバーおるんやけどガヤばっかりでね、なんかすごい寂しいですね。唯一あのこれ手マイク持ってくれてるのはこれゆりちゃんの手だけど、これすごいなんかプルプルしそうな感じがするんだけどね、これなんかね。大丈夫ですか？プルプルしてるね、もうすでにね。大丈夫、はい、ちなみに北坊主は今日あのなんかこの前3日前にアコナイやってから、その後すぐ遊びに行って仕事やってとか、ほとんどなんか寝てなくて3日間ぐらいあんま寝てないんですよ。夜勤やってずっと仕事やりながら、でちょっと今日目がしばしばしてるかもしれませんけど、はい、あのご了承ください、すいません、はい、そんなテンションでやっていきたいと思いますけど、なんかあの今までねずっとこの YouTube 番組であの来たみんなのメンバーの音楽ルーツをね、あの聞いてきたわけで、ついになんか僕が音楽ルーツを喋んなきゃいけないと、新内登場、これ新内登場じゃないけど一人で喋ることになってるからね、誰かあの誘導していってほしいんですけど、あのどうやって喋っていったらいいのかなっていうところでございますけども、ギターを始めたゆいくんから、みんなが質問してくれたらいいねこれね、うん、はい、はい、ギターを始めたきっかけ、ギター始めたきっかけはね、これね本当に20歳ぐらいですね、僕ね、ギターを始めたのが。大人になってからですね。本当ギターなんて弾けないって、いまだに苦手なんだけど、ギターは、うん、当時ほらゆずが流行ったじゃないですか。流行った、うん、あれがきっかけで、なんか当時こう見えてオリジナル曲をいっぱい作ってたの、自分で曲だけはなんかあ、バイク消えましたそう、曲を結構日頃の鬱憤が溜まってて、歌詞とか曲は結構いっぱいあったんですよ。でそこでやっぱ歌いたいなと思った時に、何もないと歌えないからとりあえずギターを持ってみたみたいな、買ってみたん、うん、でそのギターでちょっと教則本を見ながらコードをつけてオリジナル曲を作り出したっていうためにギターを始めたっていう、そんだけです。はい、ゆずだね、初めはゆずだね、ゆずの曲でなんかあのいつかとか、うん、あのすごいコードがなんかシンプルなんでね、あれね、それでなんかちょっと弾いてギターの練習してたっていうのが始まりです。それからあんまりギターはあんまり成長してないですね、ちなみに言わせていただきますけどね、はい、そんな感じです。誰かなんかちょっともっと入ってよ、もっとなんか一番最初に買った CD はあ、音楽ルーズだ。いや、ちなみにそうあの音楽ルーズですから今日はね、そう一番最初に買った CD はね、これね、あの実はトンネルズです。そう、トンネルズのね、あの情けねえって歌知ってる、情けねえって歌があるんですけど、それ、トンネルズがすごい好きだった当時で、トンネルの CD を買った、一番最初に8センチシングルを中川8センチシングル、8センチシングル、そうそう、怖い、8センチシングル、あれを地元の一宮のね、中川レコードっていうそういうレコード屋さんがあったんで、もう今はもうなくなってますね、はい、はい、うん、そこであの初めて買ったというのが、はい、それが、うん、初めて買った CD ですね、なんかね、はい、え、なんか憧れの人とかはみんななんかそれぞれあったじゃん、ルーツで、あー、なんか北さんはあるの、そのいつ頃の憧れの人が変わってくるよね、なんかね、最初やろうきっかけは変歴、変歴を最初から、音楽変歴、憧れっていうのは特になくて、多分もう小さい頃から本当に小さい頃からあの母親があのみんなの歌ってある NHK のみんなの歌とか、あのお母さんと一緒のテーマソングみたいな感じのカセットを延々と聞かされとって、うん、その歌をずっと歌っとったみたいで、うん、それが多分歌が好きになるきっかけだったのかなっていうふうに思ってて、であとね、これもちょっとゆうちゃんにはかなわんけど、合唱団に一時入っとった、そう、実は小学中学生だかな、小学生だから、あ、いつだったか、あ、小学5年生の時に、確か一宮で一宮合唱団っていうのがなんかこう募集であって、あの作曲家の山本直澄さんっていう人がなんか指揮をする合唱団ってのができたんで、それで市民会館で歌うためになんか合唱団に入って1年間限定で練習しました。はい、そういうこともまさかの共通点、
ねえ、そうそうそう、だからゆいちゃん合唱団ってあーでもそのしょぼいけどね僕の方は、うん、北坊主バンドの歌うたいは合唱団ということもやってましたね小学校の時にね、うん、そうこうしてるうちにあの弟がね、僕2歳下の弟がおるんだけど、弟の担任の先生が当時のヒット曲をあの何クラスでみんなで歌うっていう、こう変わったことをやっとって、うん、で毎回その曲をカセットに録音した曲を弟が持って帰ってきて流したね、当時のヒット曲を。だから89年から90年ぐらいかな、だから牧原紀之どんな時もとか、菅の愛は勝つとか、なんかその辺かな、うん、ラブストーリーは突然とか、うん、その辺りの曲をなんかずっと、それが結構音楽になんかハマってったきっかけとか、ずーっと聴いてたんじゃないですかね、うん、でも割と歌謡曲とか、そう僕歌謡曲上がりですね、うん、ずっとね、うん、でそうこうしてるうちにケンティも大好きなビーングの、うん、あのワンズとかディーンとかティーボランとかになんかハマってて、当時大ヒットしてたんだよね、うん、だから結構ヒットチャートをメインに音楽を聴いて歌を聴いてきたっていう、そんな感じですね、なんかね、はい、そうです。とりあえずなんかずっと喋ってるだけだけど大丈夫です。みんなそうだったよ、あそうか、喋ってるだけで、ずっと喋ってた、だから繋いでほしいなと思ってでその後になんかミスチルとかスピッツとか、ね、バンドホッケーになんかどんどんなんかジュリマリとかね、好き、あ、TM ネットワークがあるんだよね僕ね、その間にね、そのビーイングにハマる前にめちゃくちゃ小室さんにハマって、うん、TM ネットワークが大好き、アルバム全部そういだもん、中学生の時の、あの当時少ないお小遣いの中で中古の CD とか探りながら TM ネットワークに当時めちゃめちゃハマってましたね、なんかね。ケンティと結構なんかケンティはでも TM は別にハマってないよね、まあ、でもね TM ネットワークのアルバムは持ってるんですよ、ラストのアルバムかな、あーなるほど、まあでもあれですね、その90年代の前半ぐらいはかぶってますね、北さん、そうね、ビーング系はねハマっ、うん、かぶってるのかな、でそのうちにさ、なんかちょっと話飛んじゃうけど、なんかあのロッキンオンジャパンにハマってて、うん、で多分その結構ガリガリのロックとかにハマってったのはあのロックインジャパンフェスの一番最初のロックインジャパンフェス2000っていうのに行ったんだよね、うん、2000ってきっかけなんかなんかロックインジャパンの雑誌を見てなんか面白そうだなと思って、うん、行ったっていう、本当軽い乗りで茨城まで行ったんだよね、うん、でその時にもう2日目が確かに土砂降りの雨で中止になっちゃった、本当はその中村和之が取りだったの、そのイベントで、そこで見たスピッツとかイエローモンキーも出て、その時に見たなんかイエローモンキーとかすごいかっこよくてさ、それからなんかライブの方にそういうフェスとかロックバンドにどんどんハマっていったっていう感じ。その北さんがすごいその時王道ボーズはまたそっからなんだよね、そう、その後でね、うん、なんか話し合ってなんかくちゃくちゃだよね、なんかね、うん、そのバンドとかやろうと思わなかった、バンドはね、実はね、これ今だから、ここだからいいけど、